2024年1月1日に能登半島で発生した大地震。正月気分を一瞬にして吹き飛ばす大災害となりました。ここで活躍して、自衛隊の重機搬入の様子に世界が驚愕したという情報が入ってきました。今回は、海上自衛隊のホーバークラフトの大活躍について見ていきたいと思います。多くの道路が寸断され、4M もの津波が観測された状況で、L 脚やクッション型揚陸艇の圧倒的な力はすごいものでした。ニュースで報道されてのはかなり後からでしたが、心強いと感じましたね。2024年1月1日、16時10分、能登半島先端の石川県大鳥玉郡穴水町の北東 42km を震源として、令和6年能登半島地震が発生しました。実は、能登半島では、以前から群発地震が頻発していたのです。この地震活動の一つとした16時10分に、マグニチュード 7.6 の地震が起こり、滋賀町では最大震度7が記録されました。国内に残る記録では、2018年、平成30年に発生した北海道胆振東部地震以来、7回目の大地震となったのです。地震発生とともに、気象庁は、東日本大震災以来の大津波警報を発令。当初は、輪島港で、最大 1.2M 以上の津波が観測と報じられていましたが、その後被害状況が明らかになるにつれ、最大 4M ほどの津波が到達していたことが判明しています。この地震によって、半島を周回する国道249号は、多数の区間が通行止めになりました。その他国道359号は、富山県小矢部市から金沢市へ向かう区間で、道路の崩落が発生。国道415号は、羽咋市で通行止め。国道471号も、小矢部市及び富山市八尾町土地折で通行止めが発生しました。それらに加えて、山が多く、海岸線が急峻な崖の多い能登半島では、各地で土砂崩れが発生。道路が寸断されたため、海岸沿いや山中で孤立する集落が続出しました。自衛隊は1万人を動員して人命救助活動や物資搬送などに当たっていますが、半島北部にある輪島市への道は穴水町からの県道1号線のみのため、複数箇所が片側通行になっていることもあり、激しい渋滞が発生していました。そのせいで孤立集落に食料や水、各種の支援物資を届けることはできませんでした。自衛隊や地元の建設会社が閉ざされた道路の再開に力を注ぎ、支援物資の搬送に動きました。その状況で、海岸沿いの集落への支援物資搬送、倒壊した住宅に閉じ込められている住民救出のために必要な重機を、洋上の補給船から、海岸へ陸揚げ搬送が可能なホーバークラフトの L 脚1級エアクッション型揚陸艇に注目が集まりました。日本では2011年3月11日の東日本大震災の際にも船舶が入港できない地域では海岸などに L 脚が支援物資の供給を行い活躍しました。津波などが襲来した場合、周辺海域には陸上から流された家屋や車両、転覆した船舶などによって船体を損傷する恐れがあります。もしくは、海中に浮遊している漁網やロープなど、通常船舶ではスクリューなどに絡まってしまい、航行不能になる可能性もあるので、港内を掃海しなければ船舶が接岸できないのです。となると支援が困難になってしまいます。しかし、L 脚は、そのような地域には、非常に重要な補給手段と思われるのです。エアクッション艇は、イギリスのブリティッシュホーバークラフト社が開発しました。船体の下から、圧縮空気を下向きに噴出することで、水上を浮上航行する高速船です。エアクッションが少ないので、約100キロという高速航行が可能なだけでなく、陸上走行も可能という水陸両用艇なのです。ホーバークラフトとは、ブリティッシュホーバークラフト社の商標ですが、同社が一般名称としての使用を認めているため、正式名称のエアクッション艇より、こちらの方が一般的な呼び名として使用されています。このホーバークラフトは、
船体上部から吸い込んだ大量の空気を船体下の海面や地面に直接吹きつけ続けることによって、海面や地面上から浮上、ホーバークラフトオートと呼ばれる船体手法に下げられたエアクッション用側壁が、吹き込まれた空気を運航に必要な高さで保持しているというわけです。この側壁の下部と水面や地面との隙間から常に空気が漏れ出ているので、完全に艇体のすべてが空中に浮かぶことになります。ですから、平坦な面上では接触抵抗が全く発生しません。この隙間より大きな凹凸があってもスカート部が作った空気浮揚空間の高さまでは、金属製の体部分に接触しない構造になっています。しかし、走行中に、スカート部への圧縮空気の供給が止まったり、スカート部が破損して、内部の圧縮空気が維持できなくなった場合には、空気圧が低下するので、浮揚力を失って、艇体底部が、そのまま、水面や地面と接触してしまうことになります。しかし、水上でそうしたことが起こっても艇が沈没しないよう、体そのものは水密構造設計となっているそうです。推進力は体上部のプロペラによって得られますが、体自体は浮上しているので、水面や地面の摩擦抵抗を受けることなく、高速での航行が可能なのです。平坦な場所であれば陸上でも使用できますが、凹凸が障害になるので水上で使用されることが多く、船舶扱いになっています。また、海上から直接、船舶のウェルドッグ、デッキ上のドック式格納庫に収容できるので、海地が保有しているウェルドッグを持つ大隅型輸送艦3隻に2隻ずつ搭載されるので、計6隻が運用されていることになります。L 客は、アメリカ海軍では、1982年、昭和57年から部隊配備が開始されていました。艇体の中央部分は、全通式車両甲板になっていて、長さ 20.4 メートル。幅 8.3 メートル、床面積168平方メートル。艇の前後には傾斜通路があり、艇首側は 8.8 メートル幅で艇後側では 4.6 メートル幅になっています。積載量は、交渉で 54.4 トンとされているが、実際には60から75トンまでが搭載可能とみられています。アメリカ軍では、L 客1級のエアクッション艇の調達終了から20年以上が経過し、整備用パーツなどがないという理由で退役が始まっています。後継のエアクッション艇として、L 客100級の導入と配備が開始されている一方、海事においても初期に導入した2隻の L 客2101号艇と2102号艇は、1998年、平成10年に就役していますから、すでに25年が経過しているのです。海上自衛隊でも、運用現場では、L 客の維持整備が困難になっていると伝えられていますし、アメリカでも在庫がなくて、調達不能な部品などは、古い部品を何度も修理して使っていたり、現場でパーツを作成して代用しているといったケースも発生しているということです。耐用年数切れになると、部品も生産を止めてしまいますから、当然といえば当然の茂行きではありますね。海上自衛隊は、舞鶴基地所属の大隅型輸送船大隅を3日に出港させ、5日には、金沢港で支援物資などを搭載し、能登半島の北海域に進出、L 客を使って、輪島市の大川浜に、人命救助及び道路警戒作業に必要な陸自の重機や救援物資を陸揚げしました。続いて、輪島市周辺で、携帯電話基地局に被害が発生して電波状況が悪化しているので、NTT ドコモの基地局車両と担当者を大川浜へ輸送することになりました。翌1月6日、大隅にそれらを搭載して、洋上から L 客によって砂浜から陸揚げしたとが報じられています。四方を海に囲まれ、長い海岸線を持つ日本。さらに、今回の被災した能登半島のように、急峻な崖に囲まれた海岸に集落が多く存在しています。海岸の集落が孤立するような災害の発生確率は高いと言われていますから、そういった場所へ到達できる L 客エアクッション型揚陸艇の更新と配備を増やすべきではないかという声が高まっています。